い、皆さんこんにちは、あちでございます。太鼓立志伝のあきんどさんね、パート46やっていきたいと思います。蜂塚さんがね、いないですね。どこ行ったんだろう。まあちょっとね、そっか、いないね、皆さん。あららら、こういう場合は酒場かな。あ、前田俊家さんで、おごってみましょう。潰していきますね。潰しましたね。やった女。あ、そんなに一度お会いになられてみてはってね、嬉しいこと言ってくれるんですけどね、いないんでね。いや、止まりませんよ、町民の男。一度お会いになられてみて、これ言う人っていうのは相性がいいのかな。あ、でもそうじゃないね。安井道頓さん全然ダメでしたもんね。さあ、47日。47日ですね。民家蜂塚さん、これいないとね、家事をやりましょうか。家事心得ね。その伝えよう。私は家事は鉄砲は2つなのね。じゃあちょっと鉄砲訓練やりますか。鉄砲指示ね。15巻は欲しいところだが、いいですよ。これね、正直あんま好きじゃないんですよね、私ね。いっぱい出てきた、この辺かな。また行こうか。二頭もの一頭もエズみたいになってきてますよね。二つね。わあ。なんか出てくるの期待したんだけどね。出てこないね。出てこないですね。一枚一枚一個ずつしか出てきてこないですね。ほんと出てこないわ。動かしたら出てくるのかな、錯覚を。出てこないね。これリアルタイムで打てないもんね。リアルタイムというか、リアルタイムでこの射角を変えてね。まあいいや。外しちゃった。まあいいですか。時間かかっちゃうもんね。よっしゃ、来た。まあ2枚だけなんですけどね。来ない？あ、来ないか。大したことないな。こんなもんか。なかなかやるな。かなりいい結果だぞ。組打ち鉄砲、いや、いらないですよ。あんたにこの技を教えるけれど、けどこれで終わってもらっちゃ困るな。もっと嫁なしてくれということですね。茶屋が新たに浅井家のご了承となったということでね。中止で、私は、景気も上がってないのね。民家行きましょうか。蜂塚さんいないかい？あ、来た、行った。あ、一度会ったことあるのね。まずね、贈り物かな。でも、贈り物もあれですよね。やり方まずったら、一月一回だもんね。ここは茶で。あら、ちょっと待って、コロクさん、ちょっと待って、勧誘してみようか。徳の心、今日は折りって話がございます。なんだ改まって。担当直入に申し上げます。大旦那様があなたをぜひ招き入れたいとおっしゃっています。なんだと、浪人であるこの場所、まことか。さようでございます。あなたにおいでいただければまさに百人力でございますと。
いかがでございますか？いい返事を聞かせてくださいませ。わあ、仲良くなるのが足んないんだね。でもこれ待ってね、これたった一回でできないよね。手合わせ、ああすまんが忙しいのだと。勧誘できるかい？ああダメね。どうやったら仲良くなるんだよこれ以上。ハチスカコロクさんちょっと聞きましょうか。あ、勧誘していきゃいいのかな。この人は、ああそうなのね。例えば、あ、話聞けないのか。ああ、勧誘してみましょう。あらら、ああ私の直接下になるのね。これはダメだわ。はい、お茶しましょう。あ、この人すごく喜んでくれるのにね。じゃあもう蜂塚さんアウトじゃないね。えアウトだよね。はい、人物情報ね、座席ね。配下を持つと、配下を持つとどうなんだろうね。まあお金はね、お金はいいか。前野さんいいか。前野さんどれぐらいだろう。まあ頭いいもんね。あとでも他が能力はね、そうね、まだ早いかな。というわけでね、私は勧誘失敗ですね、これね。これ勧誘失敗なので、どうしましょう。あと23日ですね。もうこれは怒られることになりますので、騎馬指示10日、あ、騎馬指示やってみましょうか。ひょっとしたらなんかいい移動が良くなるとかないかな。ないのかな。あらら、ら、あ、そっか、お前お馬さん当たるのねこれね。そうだそうだ、思い出した、こういう感じなのね。よいしょよいしょ。はい、あ、いけんじゃない。満足いく修行できましたね。はい、かなりいい結果でございますよ。え、増えないのかい。あー、そっか。じゃあちょっと酒場で、酒場でね、用心棒さん先生ね、それなりの人、60日でいかん。いや、もっと高くていいですよ。あらら、高くても、うん、安いですね。10巻でいいんでね。あ、ちょっと待って、あー、もう無理かな。今人一人いましたね。あー、変わっちゃった。コロクさんダメなんですね。一度だけ、もう一度行ってみるかねえ。勧誘無理なんだよね。ね、さあ、じゃあね、降りながら帰りましょうか。はい、座で売却ですね。あ、紙19巻、まあまあ悪くないですね。で、石灰14巻だったらいいですよね。さあ、購入しましょう。陶磁器、陶磁器25巻。あれ、陶磁器赤字で売っちゃってるね。あっちゃ、まあ工事買っときましょう。しまった、陶磁器10何巻で買ったと思っちゃってた。じゃあ出て行ってですね。じゃあ次、今日の街ですね。さて、残り11日。さあ、で売りましょう。工事7巻、あー大したことないね。鉱金を購入しましょう。うん、茶、茜、茜ですね。茜がいいですね。あと小豆も買っておこうかな。ね、小豆6巻。
さあ出て、あ、奈良の町も行ってみましょうか。はい、座でね、売却ね、あ、茜いいですね。あれでも茜20何貫で買ったよね。あ、ちょっと高いのか。まあ小豆が10貫で売れたらいいですね。目指せ3万貫ですね。麹ダメですね。じゃあ購入しましょう。あ、筆ですね。筆がいいですね。青そか。あ、まあでもレンコンいいですね。はいはいはい。相場調査をしましょう。ちょっとずつ上がってきてる気がしますね。3000巻。はい。じゃあね、あ、石山の町を先行きましょうか。もう仕方がないので、あの、今回の指名ね、売却しましょうね。あ、筆18巻。あ、筆18巻か。もうちょっと高く売れるかなと思ったんですがね。あ、麹8巻。あ、レンコン8巻いいですね。レンコン8巻はいいですね。はい、で、麹は8巻。まあ、悪くないね。悪くないですね。まあ、仕方がない。良くもないけどね。悪くもない感じですね。じゃあ、ここで購入。あ、これだいぶ復活しましたね。はい。で、炭巻きは、あ、安いね。炭巻き安いので、あ、でもね、大根買っとこう。あ、炭巻きも買っとこう。ねえ、炭巻き10貫だったら安いね。まだ巨になってない？あ、なった。巨になりましたね、巨大にね。これでよしとしましょう。で、境の町に帰ってですね。まあ、あれですね。まだ日にちがあるんでね。やってこーいう感じなんだよね。あ、できませんでしたって。ああ、たわけが。もうよい、下がれと。あ、よかった。落ちんかったね。落ちなかったんでよかったですね。さて、じゃあね、座で売りましょう。売却ね。この紙ね。で、あとは、あ、炭巻き13巻か。まあ、10巻で買ってるんでいいでしょう。で、大根、あ、4巻ね。うん、いいでしょう。はい、はい、はいと。で、買い物ですね。硫黄20、あ、硫黄はでもある。あ、石灰安い。石灰安くなってますね。で、あ、針もいいですね。あと麹かな。もう堺のものがなくなってきてますね、だいぶね。買い、まあ、本拠地なんでね、買いまくっちゃうんでね。まあ、こんなもんでいいですかね。で、相場調査、23位は多分ないと思うんですよね。はい、あんのかな。もうちょっと金がね、裕福になったらやったらいいでしょうけど。大助、大助左衛門さん、あなたが来るの待ってたと。あ、結構もう、ああ、親密度マックスか。親密度マックスだけど小石は安くならないんですね。何万物購入、なんかいいのあるかな。あ、ここら辺持ってないね。あ、懐中時計ね、10個ぐらい買っておきましょうか。で、あ、ビードルずっと買えるのね、これね。はい、いいですよと。はい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 。あとこれも買っとこっか。なんだこれ、自名称。ほう、時計ですか。さあ、で、どこ、チャージンね。チャージンってもね、できることないもんね。こんだけの日にちならないですね。あ
茶器購入しましょうか。この茶器を20個買っちゃいましょうね。はい、974。これでもちょっと上がったんじゃない？上がんないね。上がんないね。どうすればいいんでしょうね。さあ、じゃあね、せっかくなので7日じゃ往復できないか。いや、いけるかな。行き先指定ね。里じゃないね、町だけで。これかな。ああ、薄木市の町、こんな遠くで行けないね。ここら辺かな。あ、これは、小田原、木更津、およ、どこだろう。あれ違ったのかな。あ、これ沢上とか。あ、ここか。ここね。1週間で往復できるかな。あ、また来ちゃったよ。あ、いいですよ。もう400巻でしょ、また。ね。ちょっと浜松呼びましょうか。あ、もうやばいね。時間ないね。これはまずいな。はい、売却ね。あ、しまって伊勢海老まだ持ってたんだった。あ、針がいいですね。最大ね。で、石灰14巻いいですよね。はい。で、麹ね。あ、これ無理だね。いけないね。もうちょっと行ってみるか。で、購入ね。あ、何ここ。よくないね、あまりね。ちょっと商売は規模が小さいですね。あ、ちょっとね、時間よくなっちゃったんでね、この辺で終わっておきたいと思います。太閤立志伝の秋根さんね、パート46、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。